短いの今の家。あのご挨拶に行ったんですよ、あのお隣さんに。都会だけ。でそしたら、早くないですか、短かったですねって言われました。そうだろうね、自分が見送るとは思ってないだろうね、その人も。工藤彩乃こんなに早く。確かになんか、キャンディーズの歌でそういう歌詞ありましたよね、なんか。え、そんなあった？そう、なんかお引っ越しの。もうすぐ違う、あ、おはやみ返し。あ、そう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 。にして届けますってやつだ。そうそうそう、やっぱ、あ、お引っ越しのお祝い返しは微笑みにして、はいはいはい、出てきた。いや、すごい、でもやっぱスカイプ越しでも歌声いいですね。いけるいける、よく私友達とテレビ電話とかするんだ。友達とのテレビ電話でも歌うの？歌いますよ。まあそうだろうね、ごめんごめん、あーちゃんの性格だとそうだろうね。そう、全然一人でワンマンショーもしますもん。ただ聞いてくれる人がいないと嫌だから、作業しててもいいから、とりあえずテレビ電話だけはつないでてって言っていつもやるの。それ聞いてるに入るのかな。うん、でもなんかそのテレビ電話でもタイムラグが生まれちゃうから。そうだろう、ね、イエーイとか、はいとか言われるとやかましいから出ないで歌えないからっていうの。ワンマンショーわがままだな。ジャイアンリサイタルじゃん。わがままなの。そう、友達いなくなるなって思う。数えるほどしかいなくなっちゃった。あ、じゃあそろそろコーナー閉めなきゃいけないのに悲しくなる話するのやめて。一旦閉めるから。ごめんなさい。オッケーオッケー。ということでこの後もイラクドの歌謡曲主義にお付き合いください。東海ラディオパワープレイラッシュアワーアワー日本の歌。がおすすめしている1曲です。4月8日発売、市川由紀乃さんで名残歌。